や7時10分からで会ってます。あ、90と10点の点ありがとう。星野家90と10点お願いします。入れるよ。ちょっとでも睡眠をして、朝が弱すぎる人なので、でも可愛いよ。ありがとう。お、髪が、お、コメダのやつ食べたんだ。コラボしてる、いいね。プリンみたいなやつでしょ。シフォンケーキ、ね、みんな買いに行ってたの。すごいね。もうなんて爆睡よここで何も食べずに。あ、でもこれがある。今下めっちゃジャージなのバレたかな。じゃんじゃじゃーん、あかりんさんからもらったやんやんつけ棒、出番です。ちょっといただこうかしら。8時まで、ちょっと目覚めた。朝ごはんがないのよ。買い忘れて、次はご飯を炊く時間もないので。ヤンヤンゲームってあるの？ちょっとだけ食べたら歌おう、歌おうっていうか練習しよう。イエーイ。このビスケットがすごい美味しいんだよね。やばい、めっちゃなんかさ、チョコがさ、普段よりさ、やんやりもしないよ、わかんないルールが。なんかかちばってるチョコ、寒くてなんかもっと柔らかいチョコなのに、なんか寒いからカチカチではないけど、なんか硬い。ちょっといただきます。電気毛布で温めるか。これあんまつかないもん、硬くなって、なんかチョコが。うん、あ、俺ちょっと力強かった今自分。来てくれる、待ってる。
はよう。つかない全然チョコが。やばい。ついておくれ。端の方がね硬い、うん。あ、でもそんなことない。あ、だいぶ。イエイ。なはい。うん。茶漬け羨ましいな。止まらん。おいしい。脳がかさが、え、そうなんだ、噛むと。で、今食べて、今食べて、あの目覚ます。うん、休み使ってありがとう。頑張るね、公演。焼きたらこのおにぎり、え、美味しいですよ。私もめっちゃハマったの。生たらこも美味しいけど、焼きたらこのおにぎりが好きです。やばい、ご飯が食べたいこの後この後ご飯が食べたい。なんかついた。なんか食べ始めたらもっと食べたい欲が出ちゃう。いや、これとご飯じゃないよ。違う違う、これはおかずじゃない、これはおやつよ。違う違う、普通にご飯となんかが食べたいうん、だいぶ起きてきたよ。でもさっき眠すぎて、もうなんか寝転びながら配信しようかなと思ったけど、それは寝るわと思ってやめた食べたい炊いてこようかな、次の時間の休みの時に。だから配信ね、斬新な配信だ。そう、お米炊いてないのよ。僕も美味しかったお茶漬けいいな。なんかだしのお茶漬けめっちゃ好きなんだけど。寝顔配信もいい。なんかさっきチラッと配信見たら、なんか自分が一番眠そうな気がした。気のせい自分がなんかもうみたいになってたけど、
なんかさ、ほんと朝の弱さがすごい出るよね、朝配信って人によって。もう前のワクはだって今にでも寝そうだったもん。もうなんか寝てたもん。もうね、眠たくて記憶にない、正直。さっきのワク、いや話したのは覚えてるけど、体操したの？アリスさん、すごい。もう本当に記憶がないもん、あんまり本当にみたいな。記憶がない。やったことを覚えてるけど、配信を覚えてるけれども、なんか話してたこと、じゃあ私は電気、いやもうこれ電気毛布のせいとかじゃなくて、電気毛布がなくても寝てるんよ、もう多分ね。みんな起きとるよね、本当にすごい。朝ね苦手なの、だから仕方ないことなんです。もうかじゃあ歌う、歌うっていうか小声で、小声じゃないとめっちゃ怒られるので、あの小声、小声練習。ちょっとね、寒すぎて。そうだよね、なんか昨日暗闇じゃないわ、あれ歌ったか、暗闇課題やろうかな。昨日歌ってない公演曲歌っていこう。いや多分なんか歌メインというか私の確認みたいになってしまうと思います、ダンスの。なので小声じゃないとおこおこだになっちゃうので、小声、公演練習です。何にしようかな、暗闇かな。See you.
止まったんだけど、なんで？なんで止まったの？なんで？何の通知も来てないのに止まったんだけど。歌うなって言われた？え、なんで？充電のあれも出てないよ、別に。ほんとに。でも声も出せないので、ちょっとちっちゃめ、本当にこれぐらいの声で行かさせていただきます。 BGM ちっちゃくしとくね。声も小声なので。しかも私今日朝から水一回も飲んでないんだよね。飲みなさいって話なんですけども、眠気が勝って勝ってもう向こうにも行けないっていう、お水を取りに行くことすらもできないほど眠たい体質だったので、さっきまでちょっとね、お水がねずっとないです、朝から。ね、飲んだ飲まなきゃそりゃ声出んわって感じだと思うんですけど、持っておいでよ、やっぱり。へえ。動きたくない。動きなさいって感じ、ほんまに。頑張りたくない。もう朝だけは頑張りたくないよね。お水に関しては。ちょっと頑張るわ。行ってきまーす。お水取ってきまーす。何十秒だったら切れんよね。切ってきます。行ってきま、切ってきますよ。行ってきます。ただいま。お茶持ってきたよ。あ、ごめんごめん。買ってたお茶があった。
じゃあゴクゴク音多分イヤホンだから聞こえるかもより。ありがとう、行かさせてくれて、あの向こうにあの私言われないといかないから、お茶を取りに。ダウンドがだいぶ楽に、まあまだ多分朝すぎて出ないけど、でもあのマシになりました、ありがとう。頭がきれい。全然わけもきれいじゃないよ今日、多分何もやってないからね。昨日立ったからやんけど、シュークシュー入ってなくて、何が入ってるんだ。ちょっとうちの妹入ってる。じゃあそれだ、一杯の水入ってないか。でその後は、私歌えるかな？それでてて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 てこいかな。てて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 て次はご用心ちょっと歌ってみよう。ま本当に一回もまだ歌ったことがない曲なので、いつも公演で耳にはいけてるんですけど、あの本当にわかんないかもしれないので、あの途中それはちょっとお許し、ちょっと歌おうノリで。てかチュア入ってくれ、頼む、シュは頼む、そしてシュンかシュートも頼む、もっとちゃんとした時に歌った方がいいのかもしれないけど、まあいいや小声で、まるで子猫
だ。変だった最後。ずっと前から気になっていた素材が半端ない。だけど気が抜けて出しちゃったら舞台後には引けない。君が近づく僕も近づく。ちょっとね、細かいとこね、歌ったことなかったんで難しかったです。でもなんか予想よりは歌えた。一回も聞いたっていうか、ずっと公園で聞いてるぐらいだったんだけど、最後あと「好き」って言ってたんだね。あとなんか歯と歯となんかぶつかり合ってみたいな、ずっとリネタンが前言ってたんじゃないですか、 MC の時とかに。だからなんかもうそれ自分で歌った瞬間笑いそうになった。ここかと思って。だってこ猫ちゃんみたいにしゃがんでおうぜ。話だってあんた。ね、うんかもやってみたい。衣装かわいいよね。すごい。曲もかわいいし。MC も覚えてる。いや本当に初歌ってみたでした。この曲はちょっとノリで歌ってみましたっていう、またちゃんとちょっと覚えて、あの朝が出る日にちゃんと歌わさせていただきます。あとなんだ、明日うちの妹か、これ寝るな、みんな、私も寝る。ええ、そして人は無力と思い知るもあるじゃん。えちょちょえ、ちょっとこの、そして人は無力と思い知るさ、私最近ちょっと練習したから、また今度聞いて。ちょっと今は声が出ん。浅すぎて。なぜか、一筋の涙よ、触れ。ああ、そして人は無力と思い知る。何も。そう、見当つかない、ああミスのスコートでディスに不意違いだぞ。絶対歌詞が違う。そう、スペシャル多分エディションの曲は入ってるけど、手話とポニーテールが入ってないと思う。僕はできない。
めっちゃ好きなんだよねこの曲、特になんかね好き、曲調が。どうつかない、リクエストすればいいのかな。ちょっとなんか多分今も歌えるかもしれないけど、また声が出る時に歌いたいなこの曲は。なのでなんかこっちちゃんと練習に戻ります。近道の坂道もどれだけ一緒に歩いたか、離さない手を引いて遠ざかる船を見た。大人になんかなりたくないと化粧とかしなかったのに、久しぶりにちゃんと話したとき綺麗になっていた。
あと何がある？サングだ。サングだか。あと1曲ぐらいかな、多分余裕持ってできるのって。多分ね、ちょっとヘタレとベラベラできなかったけど、サングラスで。あと何も後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたら濃いんだけど。
ちょっとさ、最初砂浜っててしまってびっくりした自分も。なんで砂浜って言ったん自分と。ミラーボールありがとう、たくさん待ってるね。ありがとう、よしさん。砂浜に寝そべらせ、たまに攻めてるし。ツナおにぎりのせいかな、ツナがすごい食べたかったんかも私。間違えた、砂浜って言っちゃった。あ、砂浜だった。とんだちょっと寝ぼけてたけど、歌詞めっちゃなんかさ、自分の歌割りの振りやっとったらさ、歌割りってか歌ってないところの振りをやってたらさ、歌うのを忘れてさ、歌ってたら歌ってないところの振りを忘れてさ、なんかあの歌いながら踊る振り付けの方をやってしまう、歌ってたら。なんか本当は公園では歌わないとこの振りしてるのに、そっちの方をやってしまう。お、仕事に戻ります。生誕祭間に合いますよ。間に合いますように。いってらっしゃい。今日はやばいね。大丈夫、ちゃんとあの歌割りのとこはさ、普段歌割りっていうか歌割り以外のところ歌ってなかったらその振りが入ってくるから大丈夫だよ。でもやばいやばい。砂浜に寝そうって確かにやばいやばい。仕事行く準備だ。ありがとう。今日は砂浜のとこは歌割りじゃないんよ。砂マヨに寝そべってください、今日は。砂マヨに寝そべ、ベトベトやろうな。ベトベトや、ほんと。体、お風呂入ってもベトベトぐらいのベトベトだよ。砂浜は。脂っこそうだね。じゃあまた釣り20分後かな。8時20分からの配信があるので今から読んでいきます。たくさんの星投げカウントリフトありがとう。13位のゆゆきさんありがとう。12位のつよぽんぬさんありがとう。11位のたらいもさんありがとう。10位のドラゴンさんありがとう。そこから素敵な歌が聞ける幸せありがとう。っていうのもぴょんのっぴさんありがとう。歌声世界一ありがとう。1位のりっくんさんありがとう。魅力ながら頑張ります、ありがとう、嬉しいです。7位のハラとマークマリナズさんありがとう。6位のふくちゃんとマークももこ組さんありがとう。5位のたかひろたかさんありがとう。4位のティスティさんありがとう。3位のサンタローザムライさんありがとう。2位のぽやぽやもーかが僕の死んでた、ぽやぽやもーかが帰ってきてもーかは今起きました。1位のよしさんありがとう。でもあと20分ゴロゴロしよう。ありがとうございました。また20分後に会いましょう。ぜひぜひ。次も一瞬なんで何しようかな、まあ準備したりすると思われます。次の時間は25分なんで、ちょっと行く準備というか、もう集合の、星投げです、ありがとう。仕事だけど星投げにして、ありがとう。みんなもそうだね、もうそろそろお仕事の時間、頑張って、応援してるからね、みんなのこと頑張ってください。それではですね、あと1分ほどで多分1回切ると思います。朝から歌配信なんて初だったんですけど、なんか声が出るようになりました。なので今日はリハーサルからバッチリ声が出そうです。ありがとう。あとメモ覚めました。
小声で歌うの意外と楽しかったです。最初の暗闇全然出んかったけどね、だんだん出るようになってきてね、新鮮だったでしょ。朝から聞くのは夜ばっかりだもんね、いつもカラオケとかってなったら。ありがとうございました。また20分後に、後ほどお仕事頑張れー。